ンポン。今日は七夕ですよ。なのでこちらに用意しました。ヤシの木用意したんだ。えらいでしょ。すごいね。願い事何にしようかな。あかりちゃんは決めましたか。え、いや、まあいろいろあるやん。あははは。7月中に3キロ痩せますように。うちは標準的な体型や、あかりちゃんは太ってなんかないと胸に刻んどけや。新技強いね。で、先生はどんな願い事を書いたんや。そんなに見たいの。やっぱいいや。なんでなんで食い下がってよ。なんでよ。うるせえな。で、あなたの願い事は何ですか。見て驚け。あ、お父さんが5年後おかばになってますように。驚いたよ。なんでだよ。うふふ。それが、なんやこいつ。スイナちゃんはどんな願い事書いたのかな。ですね、見せて見せて。とりあえずみんなが仲良く平和に暮らしていけますようにって書きました。ていし、こんな欲にまみれた人とは何もかもが違う。てめえおいなれのシルエット出してんだ。こら